さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあのこちらの中島美香さんとビビアーノとロストインエコーの、はい、コラボレーション商品のラインがあって、それのレセプションパーティーが、はいはい、ありまして、それのお手伝いに来たんですけども、はい、5月30日まで、そちらの商品の受注会をミッドウェストで展開しておりますということで、早速じゃあお洋服見に行きましょう、はい、やばいポスターもめっちゃ可愛いね、すごいよねじゃあこんな感じでと、お洋服がこちらになります。期間限定、まあ、受注生産のみなんですよね。なのでかなりの限定商品にはなってるんですけども、はい、まあ、今30日までオンラインと東京店では直接商品を試着していただけるという、はい、はい、早速なんか来たい何でも来てください。全部あります。めっちゃ可愛いですね、こんなショート丈のジャケットとか、リボンがついてて、ね、この千鳥がなんかリックとかこの見てる、そうですね、とチュールアイテムがね、やっぱりちゃんと、そうなんです、はい、ジャンプスーツですね、この辺も可愛い、それ似合いそうですけどね。あ、これも着てみようかな、着てほしいそう、アクセサリーもあるんですよね。そうなんです、こっちはロストインエコーさんのとのコラボになりますね、はい、こういう日々モチーフのリングですね、はい、これは2サイズ展開なんですね、はい、お指ぐらい、まあでも私ちょっと大きめと指太めなのでそうは見えないけどこんな感じです、はい、かわいい、ゴールドとシルバーとブラックです、ほとんどその3色展開かな、うんうん、ピアスと、あ、パール系も素敵ですね、この辺はネックレス、かわいいなってます、でちょっと長さをつけ足せる感じです、すごい、これでつけ足せるんですね、はい、とブレスレット、はい、とシューズもすごいボリューミーなシューズですねかなり、ヒールの何センチあんのやろ、15センチぐらい、でも前が結構厚みあるから、あと今持ってびっくりしたけど意外と軽いっていう、そう、めちゃくちゃ軽いんですよね、そうなんです、この辺りもかっこいいですね、この辺もちょっと履いてみようかな、さっきのめっちゃ背高くなるよジャンプスーツに合わせたら可愛いよ、あ、じゃあそれで一回着てみたいと思います、はい、じゃあ早速着てきました、はい、どうですか、ちょっとめっちゃかっこよくない、めちゃくちゃ似合ってますよ、え、似合ってます、うん、こちらがタキシードジャンプスーツですね、はい、お値段が税込み11万円はい、はい、こんな感じで、ここが可愛いよね、ちょっとフリルになってるのと、うん、首元がね、そうなんですよ、ジャンプスーツなのもすごい素敵やし、シルエット綺麗ですね、めっちゃ綺麗ですね、でこのボリューム感のあるこのチュールも可愛いし、ここはソフトチュールでしたっけ、うん、柔らかいんで、うん、すごいなんか着にくさみたいなのが全然ないですね、可愛、うんうん、い、めっちゃスタイルよく見せてくれます、見える、なんかちょっとこうオケーション用になんかドレスとか探してる人とかもいいかもしれない、ね、そうですね、うん、確かに かなり花があるね、さあつけてそうじゃない、うん、この袖の透け感もめっちゃいいね、めっちゃ素敵です、とアクセサリーもつけてみました、いや思いましたよ、これかわいい、つぶつぶなんか甘すぎないのがいいですね、そうですね、この中島美香さんコラボ感がなんかちゃんと出てる感じがする、うん、強めな感じの、ね、ちょっと辛さが入ってるというか、後ろもちょっと、ね、シルバーのこのチェーンでちょっと長さを出せるんですね、うんうん、ここね、うん、これもまたちょっとポイントになってていいですね、と靴見て私の身長180cm だいぶありますねでもやっぱ高低差があんまりないのと、うんうん、もう見てもらったら分かる通り地面に設置する面がめっちゃ広いから、うん、あのグラグラしたりとかが全然なくて結構安定感ありますよね、うん、安定感めっちゃしっかりありますね、履きやすい、かわいい、ヒールもヒールってそこも結構クッション性はあるので、うんうん、すごい長時間履いても疲れなさそう、柄も結構合わせやすそうですね、でこの千鳥柄面白いですね、このグニッとなってる感じが、ね、こんな感じで、はい、早速かっこいいな、1曲目から、うん、バッチリでございますはい、じゃあ次に来ていきます、はい、お願いします、はい、では2曲目こんな感じです、はい、
すごいですね。めちゃくちゃかっこいい。すごい素敵。このジャケットはすごい短丈でリボンがついてるんですよね。はい、そうで後ろで結んでもいいし、まあ前で結んでもね、うんうんうん、アレンジできる感じですね。で一応袖も全部留めれるし、こんな感じで開けて、うんうん、こうなんていうの、レイヤードね、ちらっと見せてもらっても可愛い。パンツは結構綺麗めな、これめっちゃ使いやすそう。形いいですよね。うん、うまくめっちゃ足長効果ある。うんうんうん、すっきりしてる。中に着ているのはボディースーツになってるんで、はい、ここがグイッと上がってこなくて、ね、下で留めたら固定できる感じね。なんかたるんでこないんで、うんうん、これもすごい綺麗ですよね。と靴、靴はさっきの色違い、素材違いですね。はい。とアクセサリー、こちらはつけてます。これはチョーカータイプで、ちょっとこれもヘビがところどころに、本当ですね。ね、これもめっちゃかっこいいです。いい感じにまとまってるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。はい、じゃあ最後着ていきます。はい、はい、じゃあラスト着てきました。はい、めっちゃかわいいドレス。ね、ここが垂れてきちゃった。ちょっと緩くなっちゃった。ちょっとこのサテンのこのツヤってした、わかります、うんうん、めちゃめちゃ光沢のある感じのドレスで、めっちゃドレッシー。分量感もかなりありますね。歩いた時とかめっちゃ綺麗。綺麗。可愛い。背中可愛いですね。背中めっちゃ開いてます。あとこれ、この手袋めっちゃ可愛くないですか？手袋。手袋っていうのこれ。グローブね。グローブ。手袋じゃないですね。グローブです。可愛い。ロゴ入りですね。ね、そう、ロゴ入り可愛い。これさ、なんか届くのがまあ言ったら12月なんで、中に来てもいいもんね。そうですね。長袖の上からこれつけたりとかしても絶対可愛いし、いよね、いろんなアレンジと、うんうんうん、この千鳥柄はすごい、このうねってしてて、ちょっとよく見ると両手違うんですよね。違いますね。足ゆとりになってる、ね。そうなんですよ。もや。可愛い。これめっちゃ可愛いわ。むちゃスタイルよく見えるし、この足長効果する切り替えが、ね、ウエスト位置かなり高めですよね。そうなんですよ。で、肩パッド入ってる？あ、肩パッド入ってます。だから肩ない人にもめっちゃ綺麗にしてくれそう。うんうん、いやー、ありがたいやつ。ねえ、なで肩さんにもおすすめですね。綺麗ですね。はい、腕もすっきり見えるし、ウエストもすっきり見えて。ちょっとなんかこう、普段ヒットウエストには並んでないようなものがたくさんあるので、はい、ぜひこの機会に、はい、東京店では試着してもらえますので、はい、見に来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。藤井さんと私いいじゃん。こうしたい、もうちょっと先はこうって言って、かなり2人でこだわって、うん、生地とかも全部、柄とかも。